サンミュージック名古屋ホットチャレンジ、今回は僕、岡島俊介です。では質問していきます。はい、自己紹介をお願いします。はい、サンミュージック名古屋所属、岡島俊介です。平成14年11月8日生まれの愛知県生まれ、愛知県育ちです。特技は、ピアノ、ドラムが特技です。あと、殺陣を今やっています。殺陣は7年やっていて、今は忍者アクションユニット落葉の俊之介としても活動しています。スポーツ歴はサッカー、野球、ソフトテニスを主にメインでやっていました。この業界を目指したきっかけを教えてください。はい、目指したきっかけは小学校の頃に嵐さんのライブを見に行かせていただいて、その時に演出からもう最初のオープニングからエンディングまで本当に引きつけられて、僕もこうやってなんか人を引きつけられるような笑顔にできるような人になりたいなと思ったのがきっかけです。この先の目標あれば教えてください。はい、この先はまだ具体的には決まってないんですけども、人を笑顔にできるような人間になりたいなと思っています。まあ、理由としてはもともと小学校から学校が苦手で、すごく親に迷惑かけたりとか学校の先生にも迷惑をかけて、その本当にいろんな人に迷惑をかけてしまったので、まあ、これからは僕がその分人を笑顔にできたらなと思ったのがきっかけです。今周りの方は笑顔になってくれてますか？自信を持ってはいとは言えないんですけども、僕なりに全力で頑張ってるつもりではあります。ありがとうございます。最近あった楽しかったことを教えてください。はい、最近あった楽しかったことは5月30日にありましたサンミュージック名古屋の発表会がありまして、そこでは歌、ダンスだったりウォーキングだったりいろいろジャンルがあるんですけども、僕はその落葉と2部の、カッパという舞台に出させていただきました。僕は本当にその落葉もですし、カッパが今一番印象に残ってるかなっていうふうに思うんですけども、もう本当に稽古から本当にちょっと本番どうなるのかなとかいろいろ不安で、ちょっと本番迎えられるのかなとかちょっと不安な部分もありながら前日の稽古に臨んだんですけど、そこからもう本当に始めた頃よりもやっぱりみんな成長っていうか偉そうにはなっちゃうんですけども、本当になんか変わってて、なんか顔つきもなんか自信が満ち溢れてて、本当になんかあやっぱり舞台ってすごいなっていう風に思いましたね。はい、これからじゃあ演じてみたい役とか、なんか挑戦したい役とかありますか？はい、演じてみたい役はやっぱ僕アクションが好きなので、アクションの舞台には積極的に今までアンサンブルをやってたんですけども、メインキャストとして出たいなっていう気持ちが強く最近になって、まあ、今年になってからですね、強く思うようになりました。また僕のやったことない今の年齢でできるか分かんないんですけども、父親役であったりいろんなジャンルに挑戦していきたいなというふうに思ってます。アクションを、はい、やるにあたって、はい、すごく気をつけていることとかありますか？はい、気をつけていることは、アクション前のストレッチであったり、その殺陣とかアクション後の、そのケアですね、家に帰ってからのケアを気をつけています。またアクション中はよく相手の目を見るようにしています。相手がかかってくるっていうのは分かって、それを見せないようにするのがアクションになってくるので、しっかり相手を見て、またお客様の視点からも考えて映像を見ながら、あ、もうちょっとこうこうした方がいいんじゃないかなっていうふうに試行錯誤しながら、やっています。小さい時の夢とかは何だったんですか？小さい時の夢は、それこそクリスマスの日に、平成ジャンプの平成ジャンプさんの衣装が欲しいというふうに言ったのを本当に覚えてるんですけども、それを本当に衣装っていうか、そういう似たような感じのやつをガサンタさんが持ってきてくれて、そう思うと一番最初はアイドルだったのかなっていうふうに思います。今からアイドルを目指してもいいのかなと思うんですけど、はい、どうでしょう？アイドルちょっとどうですかね。機会があれば やってみたいなというふうには思うんですけども、なかなかやっぱそこの殻が破れずにいるので、なんかチャンスがあれば
やっていきたいなと思っています。得意料理とかがあれば教えてください。得意料理、得意料理、そうですね、もう、小さい時からなんかそういう料理を作ることが好きで、あの卵焼きを焼いてその中にチーズを入れるんですけど、そのチーズを入れて焼くと本当にチーズが伸びる感じなんですけど、それが美味しくて、だからそれを親とか姉とか兄とかに食べてもらって、すごく美味しいって言ってもらってすごく嬉しくて、そこからだんだん料理とか、あの姉が得意なのでよく、どうやって切るのとかを聞いていて、最近は、親子丼であったり焼きそばであったり、まあ、簡単にできる料理はできるのかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、特技を、披露できるものがあれば教えてください。はい、特技は先ほども、言ったんですけども、アクションとあとは音楽楽器系ですね。で今回はピアノを演奏したいなというふうに思ってます。今から弾く曲はハニーワークスさんの誇り高きアイドルという曲を弾かせていただきます。よろしくお願いします。
最後は、皆様が知っているような曲で締めたいなというふうに思っています。曲は上を向いて歩こうを弾きます。よろしくお願いします。来週の金曜日のホットチャリもぜひ楽しみに待っていてください。ありがとうございました。